どうも皆さんこんにちは、隊長です。今回はウィニングイレブン2022に搭載される予定である新エンジン、アンリアルエンジンについて少し詳しく解説をしていきたいと思います。まあおそらくですが、中にはどうでもいいという知識ですし、興味ないという方もいるかもしれないですが、まあ、ちょっとでもウィレ2022がどう変化するのか知りたい、気になる方は最後まで見てくれると幸いです。もうすでにウィレ2021はシーズンアップデートにより、ウィレ2020と操作感、ゲーム性が変わらないことは発表されていますが、今回はそういうのは一旦この動画では全部捨てて、ウィレ2022について少し触れたいと思います。まず公式も言ってることですが、ウィレを新しい舞台にしたい、そのためにまずゲームエンジンから変えると明らかにしましたよね。そのゲームエンジンについて、とりあえず今までとは違うウィレが見れるんだねってスマッシュる人が多いと思いますが、まあその通りです。まずゲームエンジンとは何ぞやから喋っていきたいと思います。まあ、ただゲームがしたい人にとったら、正直こんなのは別に大して知ってる必要な知識ではないんですが、まあ聞いたことがあるという人はいると思います。まずどんなゲームでもそうですが、今の時代一つのゲームを作るのに、多くのゲーム会社はゲームエンジンというものを用いて作り上げます。であまり詳しく説明すると時間がかかってしまうので、ざっくりと簡単に一言で説明すると、ゲームエンジンというのはゲームを動かすためのエンジン、さらに分かりやすく言えばゲームを作るための道具箱と思ってもらえればいいと思います。大きな会社であれば、大体その会社独自で開発したゲームエンジンというものがあります。ゲームのエンジンっていろいろ種類あって、その一つ一つに特徴があります。もしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが、フォックスエンジン、これはコナミが発表したんですが、あのメタルギアソリッドを作った小島秀夫の小島プロダクションが制作したゲームエンジンです。そのフォックスエンジンをウィレ2014から搭載されました。なのでウィレ2022はアンリアルエンジンを採用することで、コナミがこれまで大金で投資して作ってきたフォックスエンジンとおさらばするということですね。確かにウィレ2021はシーズンアップデートという、まあ、残念な感じになりましたけど、おそらくウィレの制作側もそろそろ発売するであろうプレステーション5に視野を向け、新しいウィレを作り出したいということでしょうね。これは主観的な意見になってしまいますが、長年ウィレと FIFA ってかなり論争されていたと思うんですけど、まあ、正直今ウィレは完全に FIFA に劣っている面は確かにあります。ウィレ2021が発売されないことで、まあ、FIFA に乗り移る人が多くいると思いますが、僕個人としてはウィーレはまだまだ FIFA と同等、それ以上を秘めるコンテンツだと思うので、マジで頑張ってほしいです。そしてウィーレ2022が使用するエンジンというのはアンリアルエンジン5です。一応ウィーレのスマホ版はどうやらもうすでにアンリアルエンジンが使われているらしいんですが、それはアンリアルエンジン4ですね。まずアンリアルエンジンで作られたゲームってすごいたくさんあるんですが、まあ多くの人が知っているであろうフォートナイト、ファイナルファンタジー7リメイク、ドラゴンボール Z カカロットなどはアンリアルエンジン4で作られています。ウィレ2022が使用するエンジンは最新バージョンのアンリアルエンジン5なんですよね。そしてとにかくアンリアルエンジンってグラフィックがすごい綺麗なんですよ。 PS5 ですでにアンリアルエンジン5を使ったゲームの動画が公開されているんですけど、とにかく綺麗、ほぼ実写というか実写ですね。石の表現がとにかくやばい、まあ、これがウィレ2022に搭載されます。スタジアム、サポーター、選手の顔が今のウィレとは比べ物にならないぐらいのものになると思います。またエディットという機能があると思うんですけど、その表現の幅がアンリアルエンジン5によって、まあ、エディットの幅がねかなり広がるかもしれないです。そしてまだ確定ではないですが、ウィニングイレブンがスイッチに登場する可能性が出てきたということですね。コナミがフォックスエンジンからアンリアルエンジンを基盤にした開発に変更することになったので、最終的に対応機種が任天堂ハードにも今よりかなり柔軟に、拡張されるのではないかなという意味を持っているんですよね。ただスイッチのスペックでその性能を発揮できるかどうかはわからないです。だからもしかしたらフォックスエンジンでは新しいウィレへの進化の表現にもう限界が来たから、アンリアルエンジン5に切り替えたのかもしれませんね。もしくは小島プロダクションの制作陣がほとんど退社したから、エンジンをプレイステーション5に向けての回収をできる人がいないとか、まあ、これはちょっとわかんないですけど、アンリアルエンジンって映画の業界でも使われるぐらいのものなので、まあ、しかも誰でも無料で使うことができるんですよね、まあ、よく個人でゲーム作って Steam とかで販売しているものが多いですけど、このアンリアルエンジンってのがよく使われます。
で、正直な話、今のウイレの AI の動きとか審判の判定、捜査官は少し問題があると思います。まあ、捜査官に関しては僕はもともと FIFA をよくやっている方なので、他の人からしたらウイレの捜査官は普通だけどなと思う人がいるかもしれませんが、ライセンスとかそんなのは抜きにしてもウイレをやっている人ならわかると思いますが、そもそもゲームとしての問題点がありすぎるんですよね。このアンリアルエンジン5を使用することで、実際にゲームの物理だとか動かし方、 AI の動きとかがどう変化するかは全く予想はつかないですが、もし今のウイレの AI が改善、操作感が改善され、なおかつグラフィックがほぼ実写級になるのであれば、すごいウイレが出てくるんじゃないかなと思います。まあ、確かにウイレ2021はシーズンアップデートで4000円近くの金とか払ってられねえよと思う方もいるかもしれないですけど、ウイレ2022、その先のウイレがよりいいゲームとなるために投資という意味で買うってのもありなんじゃないですかね。まあ無理して買う必要もないけど、まだウイレとか買ってない人とかは、まあ、この機に買ってみてはどうですかね。まあ、このアンリアルエンジン5を使うことでむちゃくちゃすごいコンテンツとかができると思うんですよね。まあ、FIFA はジャーニーというストーリーモードを作ったけど、ウイレもストーリーモードを作ればマジで化けると思うんだよね。それをできるレベルツールがあるからぜひ作ってほしいですね。まあ、そもそもオフライン勢なので、オフラインのモードがどう進化するとしか興味ないけど、正直ここ数年のウイレにはワクワクさせられる気持ちが全くなかったので、ぜひ頑張ってほしいです。また、PS4 でもウイレ2022が発売されると思いますが、アンリアルエンジン5を使用しているため、おそらくですが、PS4 では進化したウイレ2022を最大限に活かしきれないと思います。なので、本当に進化したウイレを遊びたい方は、PS5 を買いましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。